なぜベータと言った？泣いてもしょうがないけど。ヨータに合ってると思った。だから紹介した。ありがとう。安全て。オメガの俺の嘘つき薬指。突発的な発情でヒートとは別ってことか。うん。ストレスで乱れたり、相性いい人に誘発されたりもあるかもね。そうなったら薬かアルファとエッチして中に出してもらえば収まると思うよ。一応対処は合ってたんだな。とりあえず緊急用の抑制剤もらったし。そんなに飲むのか。こっちはヒート用数ヶ月分。大変だな。まあそりゃいろんな制限はあるけど、昔のオメガよりだいぶマシらしいよ。俺は来年から正社で働けるし。てかどこに向かってんの？指輪持ってこいって。バイト、クビになったと言ってただろう。だから紹介してやる。うちのグループの式場だ。ここのスタッフをやってみないか？え、無理無理。俺居酒屋でしかバイトしたことないよ。心配するな、今日は見学だけだ。専務？あれ誰？そういう問題じゃ、こんな格好だし。専務、もういらしてたんですか？その人がバイト見学の。え、ゆうとくん？ヨータ。笠井さんともお知り合いだったんですね。地元が一緒なんです。久しぶり。10年ぶりくらいかな。レイと知り合いだったなんて意外。俺たち婚約したんだ。レイとヨータが？入籍は卒業後だが一緒に住んでいる。急に言うなよ、困惑してるじゃん。うちは出勤シフトを組む際もバースデーを参考にしております。失礼ですが三浦さんは？彼はベータです。かしこまりました。次はホールにご案内を。おお。こちらへどうぞ。あの子がそうなの？うん、吾妻専務の婚約者だって。お疲れ様。見られて気になったでしょう。それにしても驚いたよ、レイと婚約してたなんて。ユータくんかさ、ホテルに就職したんじゃなかったっけ？レイとは大学の同期でね、5年前に誘われて転職したんだ。笠井、なぜベータと言った？うちはバース制を問わない方針だ。隠す必要はないだろう。もちろん。でもそれを言うタイミングと場所は大切だ。俺は気にしない。まあいいじゃん。次期社長の婚約者がオメガで大学生ってさすがにカロリー高いよ。だが嘘をつく方が後々面倒に。だってそもそも結婚が嘘だし。専務よろしいですか？わかった。ごめん、あんな言い方。いやいや、俺もユウト君の判断が正しいと思うから。もう例の親には会った？まだ就活終わったばっかで。え、就職決まったの？おめでとう。一般職だけど。何言ってるの、すごいよ。頑張ったんだね。困ったことあったらいつでも連絡して。ヨータの力になるよ。ありがとう。
なんで葛西の肩を持つんだ。正しいと思うもん。なんでそんな怒ってんの。ただでさえ婚約者って言われてみんな驚いてたし。そんな驚くことか。もうそれにあそこで言うなら打ち合わせくらいしてよ。うちでのバイト嫌だったか。嫌じゃないけど式場のイメージが分かんなくて。あそこは比較的カジュアルな店だから、学生のバイトもいるし研修もある。時給いいぞ。そこな。それに葛西もいるならやりやすいんじゃないか。それもそっか。一人じゃ心細いけど優斗くんもいるし、せっかくレイが紹介してくれたんだから頑張ってみる。疲れた。すげえ体力仕事。はあ、背筋、持ち方、首揺れしない、お辞儀の角度。夕方店に行く。はっ、レイさん来なくていいよ。なんで。お疲れ様、研修どう。ゆうとくん、いや覚えること多くて。最初は慣れないよね。そうだ、さっき洗面所で見つけたんだけど、もしかしてヨウタの。やっべ。あ、ありがとう。よかった、なくしたら大変だよね。あ、うん。それ婚約指輪一緒に買ったの。婚約中の一番楽しい時に指輪なくして気づかないって珍しいよね。あのこれには訳が。ごめんレイ。例の家に住む代わりに婚約者のふり。住み込みのバイト先が潰れちゃって。そういうことね。アルファと婚活って聞いてたからおかしいと思った。じゃあバイトも例に言われて。探してたら紹介してくれた。だから例の評判落とさないように頑張んないと。ただでさえコネだし。そこは大丈夫じゃない。でもすげえ怒られてるもん。うちは式場だしマナー研修も他より厳しいんだ。昼食後もきっと役に立つよ。例のコネ、どうせならしっかり使おう。うん、よかった、優斗くんがここにいてくれて。あ、昼休み終わる。ありがとう。頑張れ。ゆうとくん変わんないな。気取らなくて誰にでも優しくて人たらし。レイとはまた違うアルファ。まさか神父がオメガなんて。知ってたら主賓の挨拶受けなかったよ。がっかりだね。今後はオメガの血が混ざるんでしょう。うちの会社も付き合い方考えようか。何入ってるんだか。バース性にとらわれない多様性社会を目指す平等宣言が施行されたのは小学校に上がる前だった。俺の世代は新カリキュラムで教育を受けたから、バース生について偏見を口にする人は少なかったけど。実際はこういう人たくさんいる。
たまたま聞く機会が少なかっただけ。それだけだ。うん。やだ。はあ。まずは仕事仕事。フローリングでよかった。マジか。俺がオメガってバレたら。今後はオメガの血が混ざるんでしょう。うちの会社も付き合い方考えようか。レイもあんな風に言われるのかな。うちの親も大変だったんだろうな。オメガだけど内定もらえて、だから胸張って働くって決めたのに。俺は気にしない。レイの気持ちも嬉しかったけど。彼はベータです。あの時本当はちょっと安心してた。くそ、かっこ悪。はあ、泣いてもしょうがないけど。ヨータ、やば、寝てるのか。うわ、更衣室に忘れ物してたって。開けるぞ。まっ、どこか痛むのか。ああ、いやいや、元気、すこぶる健康。ちょっといろいろあって出てきちゃったというか。バイトきついか。全然厳しいけど勉強になってるよ。でもレイには言えない。オメガとして社会で働くことが怖いなんて。え、何？嫌なこと言われたか、スタッフとかに。例の話はするけど。専務って家でどんな感じ？喋んないっすね。すげえ疑われてる。俺、姿勢とかお辞儀の練習って初めてでさ。レイも同じ研修受けてたの？最初は現場配属だしな。威圧感があるって何度も言われた。結婚式はゲストも緊張するんだ。丁寧なサービスは当然大切だが、スタッフはゲストに一番身近で、相手の緊張を和らげる存在なんだ。ちょっと食べていきませんか？ヨータに合ってると思った。だから紹介した。そうかな。俺にはできない。あ、そういや忘れ物って。これだ。また。ごめん。研修中食器にぶつかったりするから外してて。そうか。もう本当にごめん。あと、ゆうとくんにバレちゃった。本当すみません。まあ、あいつ口堅いし大丈夫だろう。
レイ。ありがとう。レイ、飯食った？まだなら一緒にどう？俺はカップ麺でもいいんだけど。どうしたの？なんで離れて？気にするな。デリバリーにするか。あ、うん。この匂い、あ、アルファにも突発性の発情ってあんの？いや、いいから近づくな。なんで突然？例の顔すっげえ赤い。大丈夫だ、自分で処理できる。あ、俺やるよ。は？ほら、エッチ。俺、あのパートナーだし。この間俺がそうなった時、レイもしてくれたから。だが、これはいいから。俺だけ甘えておいて、レイ一人で処理させるのは絶対ダメな気がする。そういや、レイ帰ってきたばかりだったな。いやいや、何考えてんだ俺。そうだ、腹減ってたんだ。そりゃ変なこと考えるわ。なあレイ、飯どうすんの？牛丼とか頼んじゃうよ。いいの？食えんの？せーの、アンジェンテ。アンジェンテは好きが見つかる新しい BL ボイスコミックチャンネルです。この動画を好きと思ったらチャンネル登録、高評価ボタンをお願いします。オメガの俺の嘘つき薬指は全国の書店、電子ストアで大好評発売中。動画にはないシーンやセリフもありますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。好きなものを好きなだけ、今日がちょっといい日になる、そんな時間をあなたにお届けしていきます。アンジェンテの応援、よろしくお願いします。